伝説の裏武器屋さん。大した腕だな、客人。カタギじゃないだろう。どこの組だ。荒川組。東条会荒川組だ。元だけどな。東条会。風間や桐生がいたところか。ん？誰か知り合いでもいんのか。知り合いなんていいもんじゃない。むしろ顔も見たくない連中だ。そうか。しかし合言葉を聞いた上で襲わせるって、なんであんなことを。闇取引は信用が第一だ。メンタルの弱い人間は追い込まれるとすぐに秘密をゲロってしまう。腕の立つ男でないと、うちの武器をわざわざ流す意味がない。だからうちはメンタルと腕前二つをああいう形で試させてもらっているんだ。なるほどね。お前は合格だ。俺の扱ってる極上の品を流してやる。本当か。ああ、だが俺のことは誰にも話すな。いいな。闇取引は信用が第一。裏切るようならお前を殺す。安心しろ。こう見えて口は堅いんだ。俺は春日ってんだ。春日一番。よろしくな。あんたは？ちゃう。ちゃうカーロン。チャウさんか。よろしくね、チャウさん。